フローリング、建具、家具などの表面の傷やこすれを簡単に目立たなくさせる着色タイプの補修材をご紹介します。プロマーク2は半透明油性染料タイプの着色マーカーです。木目を生かした着色ができ、重ね塗りすることで色の調整も可能です。全20色で木質家具の擦り傷や擦れ傷、コーナー部分の着色リペアに最適です。カラーポリッシュは水性染料タイプの着色補修剤です。エンボスに入り込んだ石膏ボードの粉など、通常クリーナーでは落とせない無機質の汚れや浅い擦り傷、砂噛み傷を簡単にリペアできます。周囲に余分な色、塗膜をつけることなく、傷や汚れた部分だけに浸透し、安全で手軽にリペアが可能です。色はライトとダークの2色になります。エコタッチアップマーカーは環境に優しい水性顔料タイプの着色マーカーです。下地材、シート建材などのタッチアップ、特に建具やドア、枠材の角や小口などの着色リペアに最適です。全46色を取り揃え、主要建材メーカー、シートメーカーの対応表もご用意していますので、効率的に最適な色を選ぶことができます。ブレンダルスティックは着色顔料をスティック状にした新しいタイプの着色剤です。見た目がクレヨン系の充填剤と似ていますが、ブレンダルスティックは顔料比率が高く隠蔽力に優れているため、着色剤として綺麗な仕上がりを実現できます。擦れ傷や広範囲の色落ちを簡易的に目立たなくすることができ、指でぼかすことで馴染みやすくなります。また色数も31色と豊富です。ブレンダルスティックをお使いの際は、ツヤ調整剤であるフィニッシュアップやエコスターでコーティングを行ってください。そうすることで補修箇所を自然に仕上げることができ、また保護の効果があります。